もらう前に言っておきたいことがある。かなり厳しい話もするが、俺の本音を聞いておけ。俺より先に寝てはいけない。俺より後に起きてもいけない。飯はうまく作れ、いつも綺麗でいろ、できるはずで構わないから、忘れてくれるな。仕事もできない男に家庭を守れるはずなのないってこと、お前にはお前にしかできないこともあるから、それ以外は口出せず黙って俺についてこい。お前の親と俺の親とどちらも同じだ、大切にしろ。言うと小言うと賢くはせ、たやすいはずだ、愛すればいい。人の陰口言うな、聞くな、それからつまらぬ嫉妬はするな。俺はうまくはしない、多分しないと思う、しないんじゃないかな。まあちょっと覚悟はしておけ。幸せは二人で育てるものね、どちらかが苦労して作ろうものではないはず。お前は俺の心に身を捨ててくるのだから、帰る場所はないと思い、これから俺がお前の家。子供が育って歳を取ったら、俺より先に死んではいけない。例えばわずか一日でもいい、俺より早く行ってはいけない。何もいらない、俺の手を握り、涙をしずく二つにをこぼせ。お前のおかげで生になったと俺が言うから、必ず言うから、忘れて